メルセデス・ベンツ・コネクションは、メルセデス・ベンツ日本が、東京都港区六本木と大阪府大阪市北区、梅田、羽田空港に展開する、メルセデス・ベンツ及び、スマートのアンテナショップでの旧名称で、2017年10月25日より、メルセデス・ミーに改称している。通称、メルコネもしくは、ベンコネとも呼ばれる。メルセデス・ベンツ、スマートや車に、興味のある人たちは、 もちろん、これまで車そのものに興味がなかった人たちに対しても、メルセデスベンツを知ってもらいたいという目的で2011年7月16日に、東京都港区六本木7-8-1にオープンさせた。当初は2012年12月までの期間限定だったが、好評だったため場所を若干青山寄りに移転し、延べ床面積を拡大し、リニューアルオープンしたが、 その時も当初は2013年1月18日から2015年春季までの期間限定の予定だった。しかし2019年12月現在も営業は継続しており2016年2月10日にはメルセデス・ベンツコネクションの隣に屋外のイベントスペースとコンテナハウスを用いたゲストラウンジから構成されるネクストドアが開設された。ここでは G クラスを筆頭に メルセデス製の SUV 各社を疑似オフロードコースにて試乗体験できる。また6月25日からは AMG コネクションが開設され、メルセデス AMG の車種が展示、試乗車として用意されている。2013年4月26日には大阪府のグランフロンと大阪北間1階にもオープンした。2014年5月には同年12月7日までの期間限定で、 東京ミッドタウン内にメルセデスベンツの情報発信基地となる初代メルセデスミーをオープンした。その後2015年7月22日よりメルセデスミー東京羽田として東京国際空港第二旅客ターミナル内に移転してリニューアルをオープンした。2017年10月25日からは東京、大阪ともメルセデスミーに名称変更したため すべての拠点がメルセデス・ミーを名乗ることになった。2019年12月12日には東京の品川プリンスホテル N タワーエントランス前に期間限定店舗としてメルセデス・ミー、品川プリンスホテルをオープンした。東京もしくは大阪は新型車発表の場としても使用され A クラスやクラクラス、S クラス、グラクラス、C クラスの日本仕様の公式発表も この2会場のいずれかで行われた。なお同施設は日本国内のみでの企画であり、ドイツも含め他国では展開されていない。店内は1階にカフェ、ダウンステアーズコーヒーとグッズコーナー、2階にレストラン、アップステアーズを併設するため、カーディーラーの中にカフェやダイニングがあるというより、むしろカフェやダイニング、ブティックに近いおもきであり、そこに市販車、限定車、 ベース仕様など、メルセデスベンツの車種が1階ギャラリーに数台並べられているというスタンスである。なお2階には、ドイツ以外では、初となる、メルセデス AMG ユーザー限定の会員制サロン、AMG プライベートラウンジも設置されている。初代、メルセデスミーは1階に、車両展示スペースとグッズ販売コーナー、2階に、ダウンステアーズコーヒーと、グルメポップコーンブランド、 ギャレットポップコーンショップスのコラボレーションで実現したギャレットカフェミーツダウンスターズが展開されていた。大阪の場合は1フロア構成でアップステアーズが存在せず、その代わりにダウンステアーズコーヒーにオリジナルのフードメニューが用意されている。また、AMG プライベートラウンジは設置されない。所有車両の有無や老若男女にかかわらず、メルセデス・ベンツコネクションの会員である。 メルセデスコネクテッドへは誰でも加入することができ、メンバー限定のイベントに招待、店頭で登録をした日から館内での Wi-Fi 仕様が無料になったりするほか、併設されるカフェの仕様やグッズの購入、市場やアンケートの記入などでポイントがたまり、その累積ポイントでグッズと交換できるなど様々な特典を享受できる。メルセデスコネクテッドは東京、大阪共通で有効であるが、 2017年6月30日をもってポイント交換終了となり、それ以降はウェブサイトマイメルセデス。同年10月以降はメルセデスミーに登録することで引き続き特典を享受できるようになる。2016年7月からは T ポイントジャパンと契約し、オリジナルデザインの T カードの発行を開始したことで、買い物や食事等において T ポイントの貯蓄や使用が可能となっている。 なお、貯めた T ポイントは、他 T カードとの合算も可能である。また自動車運転免許保持者であれば、トライアルステーションで勝を記入し、免許証のコピーを提出することによって無料にて、メルセデス・ベンツ各社の試乗も可能で、A クラスや B クラスはもちろん、日によっては、CLS クラスや S クラス、マイバフハイスクラスなどが用意されることもある。その他、 市場条件については、左ハンドルモデルの場合は継続して6ヶ月以上、国内における運転経験があること、ハイヒール並びにサンダル履きは禁止、一部高額車両については、スタッフの運転による同乗市場など細かな条件がある。市場コースについては東京は、施設裏手からスタートするが、大阪は、地下3階のグランフロンと北建ての駐車場までエレベーターで移動し、 そこからスタートする。また、試乗可能時間は、コースの設定上、東京と大阪では異なり、大阪の場合は約30分、東京の場合は約15分である。なお、メルセデスミー会員であれば、ウェブ上から試乗予約が可能である。ありがとうございます。